梅チャンネルをいつもご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は、アイドル時代の桃江派、純子派に隠された秘密。そして、山口桃江さんの恩人である、宇崎、あぎさんご夫婦。結婚50年が過ぎても、対等に話せる仲の良さ。こんなお話をさせていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。また、チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。ダウンタウンが当時好きだったアイドルを話してくれました。お笑いコンビ、ダウンタウンがバラエティ番組、ダウンタウン DX に出演。好きだったアイドルについて語った。この日、新旧のアイドルをゲストに招き、ダウンタウンに対して好きだったアイドルについての質問が出ると、浜田雅俊さんは、当時は、俺は桜田淳子に始まって、あと石野真子ちゃんだった、と話すと、松本人志さんは、淳子ちゃん派と、桃江ちゃん派がいて、俺は桃江ちゃん派だった、とコメントした。さらに松本さんは当時、学生服のメーカーや雑誌などを選ぶときにもらえる。山口桃江ちゃんや、桜田淳子ちゃんの下敷きや付録があったと話し、あくどい癒着があったと思う、と振り返って話した。歌手の宇崎竜童さんと、妻で作詞家の秋陽子さんが、黒柳徹子さんの長寿トーク番組、徹子の部屋に出演され、昨年、結婚50年を迎えたお二人は、明治大学の軽音楽部の同期で、互いに何でも言い合える対等な仲だと話されました。息ぴったりな丁々発止のトークで、コロナ禍での生活ぶりなどを明かしていました。コロナ禍で家事を手伝うようになったという宇崎さん。あぎさんから野菜の切り方の指南を受けたが、毎日破門されていると話す。また、宇崎さんが買い物を任された際、意気揚々と帰宅したが、あぎさんは呆れるばかりだったという。二人は、それぞれの両親の夫婦関係を間近で見ながら、夫婦のあり方について思うところもあったと話す。番組では、コロナ禍で不要になった服をリメイクしたという作品も披露された。ここから、女性自身2021年2月号掲載記事から引用しました。山口桃江さん、何だと思ってるの？引退コンサート直前に。事件は起きた。昨年10月に NHKBS プレミアムで放送されるやいなや反響が殺到し、1月30日に NHK 総合で異例の再放送が行われた。伝説のコンサート山口桃江1980年日本武道館。わずか7年半の活動で芸能界を引退した山口桃江さんだが、その伝説は令和の時代になっても決して色褪せていない。引退コンサートでは企画会議から携わったという桃江さんでしたが、中でも選曲には強いこだわりを見せていたそうです。当時、構成を担当した演出家の宮下康人さんはこのように話していた。宇崎竜童さん、秋陽子さん夫妻と初めてタッグを組んで仕上がった曲。横須賀ストーリーができた時、桃江ちゃんが、宮さん、聞いて。次、すごい歌ができたからって言うんです。桃江ちゃんは、そこから変わっていきましたね。引退コンサートで桃江ちゃんが、とにかく私はこの一曲が歌えればいいの、と言っていたのも、宇崎さんご夫妻が提供した、まんじゅしゃかでした。その選曲をめぐって、桃江ファンの間で噂されている。都市伝説がある。引退コンサートで桃江さんは、デビュー曲から最新曲まで網羅した全30曲を披露しましたが、その裏でベスト版的な選曲を求めた総合演出の山田プロデューサーに対して、80年発売のアルバム、メビウスゲームの曲目を中心に構成したかった。桃江さんが猛反発していたそうなんです。宮下さんはその噂を、それは本当です、と認めた上で、開催基金があったことまで明かされました。
私の友達を何だと思ってるの？桃江さんが激怒した理由について。桃江ちゃんは、横須賀ストーリーより、前の歌はあまり歌いたくなかったんです。ですから当初、デビュー当時の曲は全く入っていませんでした。そこでテレビ局側が、桃江ちゃんと親しい人を介して説得しようとしたんです。すると桃江ちゃんを激怒させた。私の大事な友達を何だと思ってるの、と余計に怒らせてしまって。桃江ちゃんは、もう放送はいらない、とまで言ったんです。最終的に、私が何とか説得して桃江ちゃんも、わかった、ということで収まりました。語り草となっているのがやはり最後。ラスト一曲のさよならの向こう側を涙ながらに歌い終え、深々とファンにお辞儀をし、ゆっくりとマイクをステージ中央に置く桃江さんだった。そして、悠然と客席を見回して、静かにステージから去っていった。この間、約150秒で、桃江さんは永遠に人々の記憶に刻まれることとなったのだ。その場で目撃していた友人の野口五郎さんは、その時の様子を本誌にこのように話した。ラストコンサートの隣の席は西城秀樹さんでした。彼女が最後にマイクを置いた時、僕も秀樹もアーティスト席のみんなが客席のファンの方たちより率先して、スタンディングオペレーションをしたように僕は記憶しています、と五郎さん。この伝説の150秒にも桃江さんの強い意志が込められていたのではないでしょうか。質問でよく聞かれます。演出でマイクを置かせたのですか？と聞かれるのですが、常にそうじゃないと言ってるんです。やっぱり桃江ちゃんの最後の気持ちだと私は思うんです。彼女のメッセージをあの舞台に込めて作っていたのでしょう。とにかく21歳にして心から尊敬できる女性でした。令和の時代になった今も桃江さんは日本の夢先案内人として導き続けていくことでしょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また、よければチャンネル登録もお願いします。